シェア畑菜園アドバイザーの馬場です。今日は1月にやっていただきたい土壌をふかふかサラサラにする寒起こし作業についてやっていきたいと思います。冬の寒さも本格的になってきますと、家庭菜園も少しお休みの時期で、冬越しの野菜の管理や防寒作業といったそこまで大変な作業はありません。少し趣味の家庭菜園をお休みする方もいらっしゃると思いますが、1月にぜひやっていただきたい土壌改善があります。これまで何度か話題には出しましたが、寒起こしという作業です。これは1月過ぎからでないとできない作業の一つですので、やり方やポイントなどをご紹介していきます。それでは実際にやってみましょう。寒起こしとはどういうものかご紹介をしていきます。寒起こしをやる土壌として最適な条件の場所があります。1つ目が水はけが悪い、2つ目土が硬い、3つ目病害虫が多い、4つ目雑草の発生も多い。こういった場所には寒起こしという作業がおすすめです。寒起こしとは土を掘り返して1ヶ月ほど極寒の冷気を与えることです。土が凍る溶けるを繰り返して徐々に土の内部に暖流構造と呼ばれる状態を作っていきます。土と土の間に隙間が生まれて水はけや通気性がいい土壌になりますので、先ほどお話した物理的な問題を解消していきます。また害虫の卵や病原菌を死滅させたり、雑草の種なども凍結したりして春以降の被害を減らすことができます。ただしデメリットもありまして、良い微生物も死滅してしまうことがあるので、生育がいい状態の畑では逆に寒起こしがデメリットになってしまうこともありますので、先ほどご紹介したような4つの条件の畑でやってみてください。通路部分だけをやるということでも十分に効果が期待できます。踏み固まって水はけが悪くなったり見張りが悪くなってしまうこともあります。普段通路部分として使っている場所を寒起こしするなども効果がありますので、やってみてください。それでは実際にやりながらご紹介をしていきます。まずスコップを準備します。こちらの畑でやっていきます。普段通路として使っていた場所が踏み固まって少し硬くなっています。ここを掘り起こしてみましょう。スコップを入れて、ここからがポイントです。このように塊が出てきたらひっくり返してこのまま放置です。砕くような動作はしなくていいです。固く締まった粘土層のような土を凍結させて柔らかくしていきたいので、掘り起こしてひっくり返したらこのまま放置していきましょう。野菜の根が伸びる範囲の30センチほどは掘っていただきたいので、だいたいこのスコップの剣先あたりまで土の中に押し込んで掘っていきたいと思います。この末端の部分まで埋めることができれば深さ的には最低限問題ありません。この掘り起こし作業の中でもう一つ見ていただきたいことがあります。コガネムシの幼虫やサナギなどが出てくることがありますので、その辺は注意深く観察して見ていきましょう。ヨトウムシなどはサナギの状態で見つかることがあります。そのまま越冬させると厄介ですので、必ず見つけたら捕殺していきましょう。冬場は害虫も深いところにいたりしますので、こういった作業の機械で発見したら捕殺していきましょう。土の中から収穫終わった野菜の根などが出てくることがあります。でその根は別に除去しなくても構いません。そのまま畑の中にすき込んでしまえば春に分解されて、その後の養分にもなりますし、土と土の間に空間ができることで水はけも良くなります。一畝分の通路作業を寒起こししてみました。こちらが分かりやすい塊ですが、この塊が凍結と溶けるを繰り返して徐々に柔らかく細かくこなれていきます。先にもうすでにやったのがお隣の畝ですが、少しサラサラとした状態に変わってきています。自然にこのような状態になっていきますので、やってみてください。こちらに害虫がいました。コガネムシの幼虫です。このように土の中で休眠して春を待っていますので、捕殺していきます。この寒起こしの作業は実施していただきたい期間があります。1月の早い段階で行い、最低1ヶ月間は野ざらしにすることが必要です。凍結それから溶けるといったことを長く繰り返すことが必要ですので、早めにやって1ヶ月以上の期間を確保してください。2月中旬以降はだんだんと気温が上がり出しますので、その前までに1ヶ月以上を経過させるのがベストです。こちらの畑をご覧ください。しばらく利用していない場所を見ていただきます。こちらの土壌はあまり最近は使っていなかったんですが、やはり少し土が締まっているようで粘土っぽい土の層が強いです。こういった場所は寒起こしが最適なので、やっていきましょう。その際に藁なども短く切って土に混ぜ込んでしまうと、春以降の栽培に良い
成果が出てきますのでやってみてください。乾燥させた藁やもみ殻などが有効です。試してみてください。少し冷気に当たった土を握ってみましょう。このように軽く力を入れて砕けるようであればだいぶ団粒構造ができ始めています。一つの確認方法としてはこういった湿った土を軽く握ってみます。このように固まって少し押せば砕けるようであれば団粒化が進んでいる証拠です。もう一回やってみましょう。固まって押すと砕けます。こういった状況であればかなり良好な土壌になってきていると言えます。寒起こしが終わった後の工程もご紹介していきます。ブロック状になっている土をまずはしっかりと砕いていきましょう。その頃には土はかなりサラサラとしてきていますので一度土壌を元に戻すためにも表面を慣らしていってみてください。その後は通常の土作りの工程で大丈夫です。堆肥を入れて元肥を混ぜ込む。その後にマルチをして栽培をしていきましょう。ある程度の微生物はいいものも悪いものも死滅してしまいますので土作りによってその辺を復活させるために遅れないようにしていきましょう。夏野菜の栽培直前に土作りをするよりも1ヶ月から最低 2,3 週間は余力を持って準備するといいと思います。遅れないようにしてみてください。今日は寒起こしのやり方について実際にやりながらご紹介をしました。この動画が面白かった方チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。